ございます。日本プロゴルフ協会 AQT チームプロ大東です。シャドースイングの続きやってみたいと思います。昨日はゆっくりとバックスイングをして理想的なトップ、横から見ますとこの肩の位置の上にグリップが来ると、ここまでやりましたが、今日はそこまでゆっくりと何回も繰り返しバックスイングをした後にチェックポイント言いますよ。この左肩がグーッと顎の下に入ってくるようにストレッチを兼ねながら、左手をできるだけ伸ばした状態で右の股関節に体重がなる、右足親指でしっかりと床地面を押す感じですね。ここからです。ここから上半身はそのままの状態で、この右の股関節の体重を左に、この時に気をつけるのはおへそが上を向かないように、おへそは下を向いたまま左の股関節に体重を移していきます。できる限り上半身を我慢してそのままの状態、そこからこの動き、垂直落下と言います。グリップがそのまま下に体の近くを通ってゆっくりとインパクトを迎えます。このまま、このまま右肩を顎の下に入れるように、右手を伸ばせば理想的なフォロースルー、ここからは一気にフィニッシュと、この繰り返しを何回もやってみましょう。ゆっくりと下ろしていってフィニッシュまで。以上です。